ジョージ・アンドリュー・ヘンドリックは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。1968年1月の MLB ドラフト1巡目で、オークランドアスレチックスから指名され入団。1971年6月4日にメジャーデビューを、果たし、翌1972年に、アスレチックスのワールドチャンピオンの一員となった。 1973年開幕直前の3月24日に、レイ・ホッシーとジャック・ハイドマンとのトレードで、デーブ・ダンカンと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍。インディアンスでは1976年までの4年間在籍し、1974年と1975年には、オールスターゲームに選出された。1976年12月8日にジョニー・グラブと、 フレッド・ケンドールとヘクター・トーレスの3選手とのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍し、1978年5月26日にエリック・ラスムセンとのトレードでセントルイス・カージナルスへ移籍。カージナルスでは1980年と1983年にそれぞれの都市でシルバースラッガー賞とオールスターに選出された。チームがワールドチャンピオンとなった1982年、 チームの本類打数67は、ペナントレースを制したチームとしては1950年以降で最小だった。ヘンドリックはその中で、チーム最多となる19本類打104打点を記録。1984年12月12日に、ピッツバーグパイレーツへトレード移籍し、1985年8月2日に、カリフォルニアエンゼルスへトレード移籍。 1988年まで現役を続けた。引退後は、カージナルス、エンゼルス、ロサンゼルスドジャース、タンパベレーズでコーチを務めた。ありがとうございます。